もう横でね我々を見てるんですけどね。はい、それでもうお腹よじれるぐらい面白いですよね、本当に面白いですね。よっしゃ、戻したこ、はい、よじれましたか、ほんまに細かい例ですいません細かいところありがとうございます。今年ですね、はい、なんか目標立てましたですか。やっぱり今年の目標は、うん、ちょっとね大きいんですけど。大きい目標言うていいですか。ミスユニバースで出る。お、ミスちょっと年齢制限で引っかかってしまいますそんな問題あるかそうですほんまずうずうしなきゃ根本的にね。ほんまに。いやどういう目標を食べたんですか。今年はすごいです。はいはい、宮子さんと二人で、うん、笑いの取れる漫才をしようということは笑いがなかったんですか今。え、いや、それを言うただけで笑いが起こってしまいましたけど。いや、ちょっとだけ。あ、ちょっとだけ頑張ります。でもいいことですよ、二人でね、はい、もう一度ね、はい、目いっぱい頑張ってやろういうのはね。頑張ります。仕事頑張るイメージですよ。私も立てましたですよ。立てました。私分かるでしょ、この意気込み。私の今年やるぞということ分かるでしょ。もうそんな言わんでも分かってますよ吉本から独立。もうピッともたんね、ガーンとアホ違います。私は骨を埋めてちゃんとこれから頑張ってやっていきます。はい、はい、だ続いてですね、はい、若手でございますか。吉本を背負う若手3組を。吉本背負う。背負いますよ。あの何丸持って出るを。あんなあんな背負われ。ちょっと腰痛みますからね。腰痛みますから、ね、若手3組を、はい、ご紹介いたします。はいはい、矢野兵道、トゥナイト、ピノッキオの3組です。どうぞ。どうぞ。どうもこんにちは。もう正月になって嬉しいね、ほんまにもう頑張っていかなあかんなと思って。1年の計は元旦にありですから、はいはいはい、ね、嬉しいですよ、まあ、もうそれは矢野兵道、今年も頑張って売れていかなあかんと思ってるんですけども、まあ新人ですから。まあ僕は矢野兵道新人でやってまして、はいはいはい、僕らのことをですね、はい、知ってるぞと、ちょっとよくご存知よとか、もうお前らのこと知ってる、テレビでももうよう見てると、おなじみよという方、はいはい、いう方のちょっと拍手であすいません、聞いた僕らがアホでした、はい、でしたまああのね、はい、来年の正月にはもっと拍手が増えるように、もっと増えるように頑張っていかなきゃ、頑張らなあかんと言ってるんですけどね。え、まあ、だけど1月になりまして、はい、もうちょっとでまた相撲が始まってきます。また正月場所でまた始まります。相撲や、みんな相撲相撲言うとんな。ほ、猫も尺師も相撲や、最近は。アホやで、何、若鷹。うんおかしいわ、何やと。若鷹じゃない。いや、スキャンダラスやネタかな。よう女性にモテモテやがな、お前。何がモテモテやねん、お前。あ、こういうことやからええねやないかい。そうか、玉帰り機と琴ヶ梅の間におったら男前かな思うけど。いやひどすぎるわ、お前。あんなお前な、ファンもいてんねんから。普通のサラリーマンやったら変なサラリーマンやで。そうか、そらそうやんけ、お前。まあ俺が同僚としよう、うん、横高野花、高野花わ仕事してんねん、うん、ポンポンって呼ばれんねん、うん、ポッと見たらちょんまげと回し締めたやつがデスクワーク。そんなわけないやろ何やこいつ。さて、そんなサラリーマンだったらちょんまげ言えへんやろ。5時になって言われんねん、え、今日ちゃんこ行けへん。行けへんじゃねえ、そんなもんサラリーマンやから。もうしゃあないから行くわ、行ったら愚痴りよんねん。もうね、最近親方がさ、どんな上司やねん親方って。女かよ、お前。朝稽古の時やかましいわな、もう早起きせんでやる、8時半に出勤せや、お前。歩く歩幅が違うの、俺バー歩いてんの、それだけこうやって寄ってきてんの。気持ち悪いわ、そんなもん、お前。早く来いとか言いながら。いや、ありえへんじゃん、そんなこと。ええー、まあ、そやけどね、最近そんなほんま、ええー、感じになるよ、相撲が。まあ、確かに声取ってもね、相撲取りになったらもちろん茶髪しておいみたい。そうそうそう。そやからね、何、安易にね、相撲界に入ろうとするやつがおるんだよ。俺がまた春になったら就職シーズンやから。そうそうそう。ポテト超えたやつだよね。超えたやつや。試食口もないから、そうそうそう、相撲部屋入るかっちゅう浅やかなやつが増えてくる。持たへんからね、相撲取りそんな入っても。厳しいもん言うたって、そんな浅やかな気持ちやったら相撲取りになられへんやん。大体相撲取りなんか私生活に癖が出るぐらい練習すんねんから。どういうことそれは。例えばバーン道歩いてるやんか、相撲取りパッと財布落とすやん。財布落とす、拾われへん。そうか、癖出んねん。拾えるやろ。あかんあかんあかん。そうか、まあ財布落ちてたするわ。落ちるわな、これ相撲取りや。うん、ういうんうん拾ったらええやないか。ちょっと待って、おいお前な、スッと拾ったらええやろ、見てる場合ちゃうやないか。あかんがな、スッとパッと取れやい。スッと拾っても癖出るがな。そうか、はい、おう絶対おい言うんかい。うん、拾うがな、おほったらあかんが、おいおいしようか、お前。おい、まだ歩いていきよう。巻いたらお金おったらバチ当たるわ。あと和式の便所もできへん。お金になるたえ、和式の便所もできへん。トイレできへん、癖出るがな。あかん、でもまた悪いよって稽古でバまた開いてんねん。あかん、簡単や。あかん、便所ある、便所ある、相撲取り。うん、またおえかいの